投資の可能性をすべての人に小山です。今日は利回り 5% 超え急落がチャンス高配当3銘柄というテーマで動画を投稿していきます。もう急落が大好き、こすりまくるですね、まあ、最近の動画ですが、この8月もやはりですね、市場が悪化することによって、これまでですね、もはや手が届かないと諦めていた有料株をはじめとして、日本の高配当株が一気にですね、高利回り化しています。査定日時点の最高利回りですと、3463のいちごホテルリート投資法人が配当利回り 13.25%、まあ、そこまでですね、極端じゃなくても、まあ、5%、6% をですね、超える配当利回りというのは、まあ、長期保有すればするほど、配当だけでですね、元本を回収しやすく、まあ、インカムメインの投資家には非常に魅力的です。もちろんですね、株価が大きく下がっている、そういった側面もありますから、利回りだけで判断してはいけませんが、今日はですね、私がそんな、まあ、高利回りな銘柄の中でも、少なくとも利回り 5% を超えていて、かつ、まあ、会社の内容的にも投資候補になり得る。そして急落時にもう喜んでですね、買いに行ける。まあ、そんな銘柄を厳選して取り上げます。まあ、注意点としては、どうしても小型系の銘柄が多くなるのと、あとですね、日本株中心に引き続き、まあ、リスクイベントが控えていて、まあ、再び2番底をですね、探る展開も当然ありえますから、まあ、この動画を見たからといってすぐには買わないでください。まあ、ただですね、リストアップしておくことによって、もう心の準備ができてますから、地合いが悪化した時に、まあ、冷静にいいポイントで買えるようになります。まあ、単純に銘柄名と利回りだけじゃなく、候補として選定した背景にですね、注目してもらえれば幸いです。ぜひ最後までご覧ください。以前から紹介しているムームー証券と日経 CNBC のタイアップセミナーが9月に東京都内で行われます。まあ、当日は著名な投資家やエコノミストの講演が聞けるのはもちろん、あのですね、NVIDIA の日本法人の代表兼、米国本社の副社長でもある大崎さんの講演もありまして、教団にもある通り、世界経済と、そしてそれを左右する半導体産業の展望について、現場のトップから直接話を聞くことができます。しかもですね、参加費は無料なんですが、ただですね、応募と抽選が必要で、そのですね、締め切りが8月23日と結構近くなってます。もし少しでもご興味があれば、概要欄のですね、リンクの方から詳細を確認してみてください。あと合わせて、まあ、大口機関投資家の売買動向など、まあ、オリジナルの機能があるムーム証券のアプリも非常に便利ですので、こちらも概要欄にページを載せておきますので、よろしければ見てみてください。それでは本題いきます。急落で狙いたい利回り 5% 超え高配当株、その1が5351品川リフラクトリーズです。品川リフラクトリーズは JFE 系の耐火物メーカーでして、まあ、鉄鋼業界を中心に、まあ、炉で使われる耐火物や、まあ、断熱材ファインセラミックの製造販売を行っています。まあ、鉄鋼のですね、生産には超高温の炉を使いますから、まあ、言ってしまえば釜で使われるレンガのように、まあ、高温に耐えられて安定した素材が欠かせません。品川リフラクトリーズに関しましては、まあ、業界1位の黒崎播磨に次ぐ第2位のシェアを誇ってまして、まあ、近年はですね、日本製鉄や JFE など好調なですね、鉄鋼業界の波に乗ってこの通りですね、上昇してきました。まあ、しかしですね、浮き沈みが激しい業界で、2月に高値を取ってからは、まあ、この通り冴えない株価展開で、もう8月のですね、暴落もまあ見事に食らい、最高値から 35% も急落。8月5日に発表された第一四半期の決算も経常利益が前年比 7% 減と、年間の予想を見てみてもそこまでですね、状況がいいわけではありません。まあ、ただですね、増配を続けたことによって現在の配当利回りは 5.39%、 またですね、目先ですね、減益はしますが、2021年から23年度で策定していた第5次のですね、まあ、中期の経営計画の水準は概ね達成していることから、まあ、8月5日の決算後はこの通りですね、まあ、ゆるゆると回復している状況になります。まあ、最初にも紹介した通り、耐火物断熱材のメーカーとしましては、国内外ともにトップメーカーの位置にいるんですけども、2024年の業績見通しを見ると、まあ、国内の高炉の停止や、まあ、底を生産量が横ばいになることで、まあ、あまりですね、成長の見通しは立てられない状況です。なので、事業環境からすると、ものすごくいいわけじゃないんですけども、まあ、ただ決算のですね、数字がそこまで良くなかったにもかかわらず、まあ、この上がり方をしているところですよね。まあ、株というのは懸念要素はですね、出る前から最高の状態から下がり始めますし、逆にですね、ある程度出てしまいますと、もう簡単には下がらなくなります。まあ、そしてですね、まあ、多くの日本株にこれは言えることなんですが、この度の異常な急落で、本来だったら時間をかけて、まあ、調整するべき大きな下落幅を一気に達成したという側面があります。この下げ方というのは近年ですね、なかなか見られなかった水準でして、まあ、単純に割高感が薄れます。またですね、今短期的には足踏みしてますが、世界の底を生産量というのは、まあ、基本的には右肩上がりの見通しでして、2050年には今の 1.5 倍、まあ、2100年には今の2倍になる38億トンというですね、試算もあります。まあ、そんな長期間かけて2倍かよと思うかもしれませんが、まあ、その中身についても高付加価値化が進んでまして、 EV などに使われる車体やモーターなどに使われる電磁鋼板など、まあ、付加価値が高いですね、まあ、鉄鋼製品のニーズが急速に高まってきます。
そうなると当然古い炉を閉鎖して新しい炉を作るというですね流れが世界中で起きてまして、まあ、その過程で品川リフラクトリーズの製品が使われることになります。実際2030年までの第6次の経営計画では売上は今の 1.7 倍の2400億円を目標に海外売上比率も拡大、まあ、中小企業見れば伸びしろはあります。あとはですね、何といっても配当、基本的な方針としましては配当成功 40%、まあ、好還元であります、まあ、ただですね鉄鋼業界というのはかなりですね利益の変動が激しいので、まあ、それをね当てにしてしまっていいのかという、まあ、減配のリスクも考えないといけません。品川リフラクトリーズに関しては2020年以降4期連続でね増配する実績あるもののちょっと心配ですよね。ただですね、株主還元の方針として利益が、ね、圧縮した場合でも自社株買いもですね行っていく方針でいますので、株主還元の姿勢は以前よりも強いです。実績の PBR を見ても下降水準で高くはないですし、もっと、ね、下がることがあるのであれば、まあ、より、ね、割安で拾うことができます。やはりですね、製鉄メーカーの、まあ、売れ行きや設備投資にも影響されますので、まあ、この企業単体だけじゃなく系列の JFE や、まあ、同様の、ね、決算なんかを見ながら投資判断を行っていきましょう。急落で狙いたい利回り 5% 超え高配当株、その2が9386の日本コンセプトです。日本コンセプトは石油化学製品や、まあ、洗剤原料にインキなど液体をですね運んでいく化学コンテナの輸送サービス会社です。私たちの暮らしに欠かせないもう数々のですね化学物質ですが、まあ、保管の仕方をですね一歩間違えると大事故になりかねず、まあ、高い技術力が求められます。日本コンセプトは国内だけじゃなく世界14カ国で液化ガスのですね、まあ、輸送を一貫して行っており、もういくらですねメーカーが優秀な製品を作っても彼らがですねいなければ届けることができない、まあ、国内外のメーカーにとって欠かすことのできない企業となっています。株価の動きですね、まあ、地味に上昇トレンドで、そして配当利回りは 5% 超え、目下業績は上期が 28% を減益、やはりですね景気敏感株の代表化学株、業績はねそこまで良くないんですけども、ただ配当は3期連続で増配の見込みでして、減益しても配当成功は 57% と、まあ、比較的安心できる水準です。もともとですね複数の化学メーカーで市況が悪化しているのは以前からもですね見受けられていましたが、まあ、実際に製品の取扱い高が減り、まあ、この通りですね売上は昨年からですね低迷を続けていました。まあ、中国でですね特に内需が低迷することによって余ったですね中国で生産された製品が安価で日本国内にもですね流れてきた関係で、日本メーカーも国内での生産を縮小、最近はですねようやく半導体や自動車を中心に回復の傾向を見られてますが、ここのところですね四半期の決算を見ますと売上利益ともにもう1年くらいずっと前年よりもマイナスという状況が続きました。まあ、ただそれでもですね、まあ、海運でのコンテナ不足の影響や、まあ、予想以上の円安、まあ、そしてですね陸上ドライバー主体だったのを、まあ、鉄道やですね船舶に切り替える作戦で少しずつ売上と利益を取り戻しつつあります。で、他の化学メーカーもそうですが、景気敏感株は悪い時に拾うというのが鉄則でして、まあ、まだ悪化するかもしれませんが、まさにこの日本コンセプト日コンも、まあ、そんな状況にあって、そして8月に、まあ、大きくですね暴落して2023年の天井から1年間で 34% 下落。ただそれによって見ての通りですね長年ですね突き足で続けている上昇トレンドの下限にまで株価が下がってきました。まあ、その後ですね市場の反発や決算を受けてもこの通りですね、まあ、反発を保っていまして、まあ、状況がですねあまり良くないからこそ今のうちにですね見ておきたい高配当株の一つです。まあ、浮き沈みあるもののやはりですねインフラを握っています。まあ、ある程度ですね収益の目処が立っているとともに、株主還元方針としても配当成功 35% 基準に下限配当を60円と設定、株主還元をしっかり行いつつ事業投資にも具体的な数字を出してお金を使っていくと明言してますので、まあ、その点安心感があります。配当に関してはですね今期85円なんですが、うち25円は創業30年の記念配当ですので、来期はですね減配する可能性があるかもしれないものの、今の株価から下限配当で計算しても 3.6%、 そしてですね長年地道にですね上げ続けてきた上昇トレンドの下限にまで一旦株価が到達しますから、もう景気敏感株で状況が悪く株価に割高感がない、ネックはですねもう売買代金が小さすぎでして、1日にですね1億円もいかないことが結構あります。なのでちょっとした資金の出し入れで動いてしまう可能性があるので、そのあたりはですね、まあ、リスクとして認識しておく必要があるものの、隠れたですね有料企業の一つとして注目してみていいかなと思います。急落で狙いたい利回り 5% 超え高配当株、その3が807の高島です。高島はですね創業100年を超える、まあ、産業資材の商社でして、まあ、建築に使える壁や基礎に断熱材、まあ、住宅資材にエネルギー関係など、まあ、建材をですね中心とした専門商社です。まあ、このようにですね大型の建築資材もそうですし、まあ、繊細な管理が求められる電子デバイス、店舗や公共施設で使われるような、まあ、産業資材などを幅広くですね扱っています。まあ、特に強いのが断熱、余談ですが私もですね近々ちょっと引っ越しをすることになりまして、今の家冬場かなり寒いんですよね。
まあ、それはですね、断熱材の有無が関係してまして、まあ、いくらですね立派な建物でも、建物内部で人がですね快適に過ごし、そしてですね建設物の寿命を伸ばす上でも、まあ、断熱材を中心とした壁材は欠かすことはできません。まあ、そんな専門商社の高島、配当利回りはなんと 6.5%。 漏れなくですね8月の暴落も食らってますが、直下急上昇しまして、他の日本株はまだ6月7月の高値を超えてない銘柄も目立ちますが、撮影日時点ですでに7月の、ね、高値付近まで回復して、なんとね短期間で 60% も上昇しています。前の動画でも取り上げましたが、建築資材というのは、まあ、円安やですね原料の高騰からどうしてもですね高くなりがちでして、まあ、それをですね扱っている専門商社は、まあ、そのですね恩恵を受けやすいです。近年は実際資材価格の高騰でこの通り上昇してきたんですけども、3月からは一旦落ち着いて8月のですね下落でとどめかと思ったんですが、その後急騰、まあ、業績としても売上営業利益は少しずつ増収増益という形になっています。ただですね最終利益はこの通りね減っていて、配当金をね80円まで増配しますけども、修正一株益は93円と、まあ、配当成功はですね実に 90% 近く、まあ、ちょっとですね心配な数字に見えると思います。ただこれに関しましては、昨年計上していた保有株のですね売却益が剥落したことによる減少でして、今高島の状況としましては、東証プライムの上場要件を満たすために株式の流動比率を高め、同時に時価総額も上げていく取り組みを行っています。なので資本政策による極端な配当成功に一時的になっているということが言えるのと、本業に関しては建材や産業資材を中心に増収増益の見通しです。日本においても都市部を中心に再開発、マンションなどの住宅建設、インフラの補修や建て直し、そういったニーズが引き続き発生し続けますので、それはどちらかというと高島にとっても追い風と言えると思います。こちらもですね、ただ時価総額が200億円と小さくて、売買代金もですね1日あたり1億円前後だったんですけども、暴落後に急騰してからはもう売買代金の水準も増えてて、とにかくですねプライムの上場基準に株価時価総額として適合するためにかなり、ね、力を入れてます。ちなみに今年の3月31日時点で、東証プライムの上場要件である流通株式時価総額100億円以上を達成していて、こちら株数が変わらなければ株価892円がちょうど流通株式時価総額100億円の分岐ラインとなります。なのでこの度のですね急落で一気にそこを突き破って、ただすぐにね回復して、この後ね下がってくることがあっても、892円というか900円前後、そこはですね死守してくる可能性がありますね。もちろんですね業績など会社の実力が伴っての数字に株価は収束していきますが、高島ってですね産業施設や住宅など実に幅広いところに資材を供給していて、しかもその値段もね高くなってます。その点でも中長期で注目して、かつね高配当な時に狙っていけると面白いと思います。本日の動画は以上です。最後に冒頭でも紹介しました日経 CNBC とムームー証券のタイアップセミナーが都内で行われます。もう豪華ゲストを招いてですね、米国経済の状況と日本株にも大きく影響を与える半導体産業の先行き、そちらについて貴重な講演をですね、リアルで聞くことができます。参加は無料ですが応募と抽選が必要でして、そのですね一時締め切りが8月23日に迫ってますから、少しでもご興味があれば早めにですね概要欄のですね詳細ページの方から手続きを締めてください。あとムーム証券さんのアプリも非常にこう便利ですので、よろしければ同じく概要欄の方から詳細を確認してみてください。あとですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。結構ですね、個別株をスクリーニングするには面白いね、環境だなと思いますので、有意義な情報をシェアに引き続き詰めてまいります。次回の動画でお会いしましょう。それでは、ありがとうございました。バイバイ。